日はちょっと落語風素話ということで、シネソラテでやらせていただきます。僕はいつも情報創造館に大体この3月まで館長をやっておりました、丸山と申します。一応この寄席の中では宝ぼて丸様、ほとんどこれね悲しい名前が書いてなきゃいけないんですけど、それもちょっと作るの忘れてきちゃいまして、宝ぼて丸さんと申します。よろしくお願いします。今年の4月15日に初めて向こうの、平野地区に由比の広場ひらりというところがありまして、そこで初めて、落語をさせていただきました。その時僕自身は前座で初めてだったんですけど、ちゃんとその後、今2つ目で来年真打になるという、立花の双葉さんという女流の女の人の、落語家さんに来ていただきました。お笑いはそっちの方でいただいてということをやらせていただきました。これから時々こんな形で落語風素話というか落語みたいな真似事をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。今日はですね、本当にお暑い中お越しいただきましてありがとうございます。怖いお話し会ということでやっておるんですが、どういうわけか4時半というね時間に始めろということになりましてですね、まだちょっと明るいですけどね、怖い話ができたらなと思います。大人の人にとってはちょっと怖い話ができたらなというのもあるんですが、落語としてはね、どのぐらいちょっと喋ろうかなって頭でいろいろ考えながらやってますが、落語が始まる前にこういう枕というのがございまして、その本題に入る前に、世間のネタとか話しながら言うんですが、先ほどうちの職員とも、スタッフの話をしていて、どうして女の人の幽霊は髪が長いんだと話をしてました。ね、ショートカットのようなね、幽霊がいても無理してないし、あるいはおかしくない、そんな幽霊がいたらショートカットね、おかしくないよね。ショートカット、ボブとかね、普通さ、アフロとかそういう、幽霊がいてもおかしくないの、なんでみんな髪の毛が長いんだろうねって話をしてました。ちょっとこう昔のことをちょっとだけ知ってる人がいましてね、昔は人間が死ぬとこうちょっとね、こう木の桶みたいな土葬って言って、そのまんま土の中に埋めてたんです、ね、で人間の体って不思議なもんで、死んでからも実はヒゲとか髪の毛とかは伸びるんだそうです。伸びるんだそうです。だからヒゲの濃い方ですと亡くなった後にヒゲが濃くなるそうなんです。なので間違ってまた生きてるんじゃないかと思っちゃうそうなんですが、死んでからもそういうことが起きるそうで、土葬にされた女の人もですね、父に戻るまでの長い時間の中で髪の毛が伸びていくそうですということを聞いて、それでね、ああやって長い人ばっかりなのかなって話があったんですが、そんなことだったらね、幽霊さん向けの美容院とかやったら儲かるんじゃないかなっていう話が出てまして幽霊さん向けのね、こう美容院とかエステとか、そうするとちょっと世の中に綺麗な幽霊さんが増えるのかななんて思ったりもしました。面白いね。あと今度リアルな話で怖い話をするんですが、皆さん銀行に口座とかお持ちですよ ね、あるんですよ。でもちろん今ね、常用で使ってる、いつも使ってる口座もあると思いますが、これはちょっと大事なお金だから、ちょっと口座入れてお金の出し入れはしないで取っとこうなんて、大事に思ってる口座なんかもあると思うんですが、実は銀行の口座というのは10年間出し入れがないと銀行の利益になるそうです。ご存知でした？これ休眠預金というそうなんですが、なので、例えば孫のためにおじいちゃんが口座を作って、これで10年後、20年後に大きくなった時にそれをプレゼントしようと思って出し入れをしないで置いておくと、いつの間にか銀行のものになってしまうんですね。って思いまして、いや、それちょっと怖いなと。そういえば昔作った銀行の口座で最近使ってないのがあるなと思って、ちょっと気にはなっております。先日中銀さんに聞きましたところですね、大体10年ぐらい、そろそろ10年ですよっていう銀行口座のお持ち主なんで、お金の出し入れのない口座ですね、そういった方には郵便でハガキで通知を出すそうです。それでも宛先不明で帰ってしまうこともあるので、ぜひその辺のね、こう住所変更とかこまめにやっておかないと、自分がせっかく貯めたお金とかね、お孫さんとかに取っておいたお金が
その間にか銀行のものになって引き出しができなくなるという怖いお話が、あるそうでございます。で、まあ、それも実は今年法律が変わりまして、それ休眠預金というんですが、休眠預金の活用法ということで、銀行の利益にしてしまうよりはもっと世の中の、世のため人のために使うようにということで、まあ、そのお金を銀行ではなくて、まず最初に預貯金保険機構というね、もし銀行が潰れちゃった時にちゃんとお金が出し入れできたのは保険の団体なんですが、まあ、そこに預けて、そこからある団体に行き、さらに分配する団体に行って、そういった地方で活動している NPO とかにちゃんとお金が回るような仕組みがこの今年度中にできるそうです。また来年度からそういったお金を使って、NPO に、まあ、こう地域の、ね、社会活動とかしている方々にお金が回るようにという、まあ、そんな仕組みがあると思いますので、まあ、銀行の利益ではなくて、まあ、世の中の人のためになるんだったらまあいいかみたいなこともちょっと思っています。でもそれにしてもね、こうお金の出し入れをしてない銀行口座をお持ちでしたら、ぜひ確認してくださいね。はい、大変なことになりますのでね。はい、で、まあ、落語でございますよ。僕もね、一生懸命時々っていうか、稽古してるんですが、喋ってる途中にだんだん話を忘れちゃうことがありますので、そこはちょっと多めに見ていただいて、いただければと思っております。落語というのはですね、まあ、もう皆さんもう本当にご存知だと思いますが、いわゆる笑いを取るという落語もございますが、そんな中で笑いを取るだけではなくて、結構世の中人情話というのもあって、実はここに持っていました芝浜なんていうタイトルで人情話というのも落語ではかなり定番でございまして、ただね、これをやるにはもうちょっと僕も稽古が必要かなというところでありまして、でそういうお笑いの話、それから人情話、それともう一つ怪談というのも実は落語にはあるんですね。僕は子供の頃、怪談をするっていうと、大体落語というよりは講談師という方がいらっしゃって、まあ、その方がこう怖い話をね、やってたことがかけるようになってました。僕は子供の頃など、夏休みになると必ず、あなたの知らない世界とかね、なんかそういう怖いテレビ番組がいくつもあったような気がします。最近全くパッと見なくなりましたね。UFO が出てくる話とかね、不思議な生物が発見されたという話とか、なんかそういう番組が夏になると必ずありましたけども、いつの間にかなんかなくなってしまったような気がします。そんな怪談話の中で、古典ではここにちょっと持ってきましたけども、死神という話がございます。これも本格的にやると30分、40分、本当にこうそれなりに修行といいますかね、お稽古を積んだ方がやるという話でございますが、まだ健康なもんですから、そこはちょっと話を解散させていただきましてですね、今日は死神さんとオタク君という話をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はぁ、嫌になっちゃったな。もうお金もないし、借金もいっぱいあるし、今日からコミケなんだよな。まあ、ビッグサイトでみんな並んでいろんなもの買ってたりとか売ったりするんだろうな。お金があればな、でもなんか疲れちゃった。こういう時どうしたらいいんだろうね、死んじゃうっていうのも手かな。そっか、死んじゃうっていうのも手かな。きっと楽なんだろうな。そうだ、死んでみよう。死んでみようと言ったってのは俺死ぬの初めてだしな。どうやって死んでいいんだかよくわかんないや。なんか川に飛び込めば、飛び込んでもな、水もいっぱい飲んで、なんか苦しい、溺れて死ぬのも嫌だし、なんか首つるっていうのもな、電車に飛び込むっていうのもな、なんかね、いろんな人に迷惑かけて何万人の足に影響を及ぼしましたってニュースの中もなんか俺としても嫌だしな。どうしようかな。こんにちは。こんにちは。お宅さんはどちらって。私、死神。いやいや、
死神って、あの僕落語知ってるけどさ、こうおじいさんがこうギャラソリーしてる、こうやって死神だよって出てくるのが死神、そのなんでそのメイドさんみたいな格好、ちょっと萌え系キャラなんですけど、まあ最近の死神にはいろんなモデルがあってね、私こういう形がいいなと思って、うん、あそうなった、まあ、ちょっと可愛いけど、それで私僕になるの、あなた今死にたいって思ってたよね。今、でもね、人間って寿命が尽きないと死ねないようになってるの。寿命ね。うん、まあそれはなんとなくわかるけど、でもほら自殺しちゃう人とかさ、寿命なんか関係なく死んじゃうでしょ。まあ寿命がある人ってどんなに自殺しようと思ってもなんとなく助かっちゃう。そうなんだ。あなたは今例えば川に飛び込んだとするじゃない、飛んでるから普通、でも溺れて苦しいだけで助けられちゃう。え、そうなんだ、まあ、例えば首を吊るとするじゃん、まあ、木の枝だとポキッと折れるし、鉄の棒に紐をつってってなってもたまたまその鉄の棒金属疲労でまたポキッと折れちゃう。そういうもんなんだ。電車に飛び込むっていうのも言ってたよね。うん、まあ言ってたけど、それはやめといた方がいいな。あなたが飛び込もうとする前に別の人が飛び込んじゃった。そうなんだ。いや、それはちょっとな。というわけで、寿命が尽きないあなたにまた死んでもらうわけにはいかないから。そうそう。お金欲しいって言ってたよね。欲しい。お金があればもうちょっと生きていこうかなって気になる。じゃあいい方法教えてあげる。あなた今日からヒーラーとかセラピストとかそんな仕事やらない？別にそんな人のヒーラーとかそういうの無理だから。そんなの分かってる。まあ昔のお話、でいうと、ここは医者にっていう話なんだけど、今医者っていうとやっぱりいろいろ法律的に問題があるから、別に医学も出てないし、なのであなたは今日からセラピスト、ヒーラー、多分あの辺は免許も何もいらないから、やれると思う。そんなヒーラーとかね、セラピストとかよくわかんないけど、俺になれるの？今から私が教えてあげることをちゃんとやれば、ちょっとお金儲けになれるかな。そうなんだ。まず、長患いの人、長い間病気の人のところに行くのね。そうすると、死神があなたには見えるはずだから。今私が見えてるでしょ。見えてる。長患いの人の病室に行くとね、その人の枕元に死神がいるときは絶対手を出したらね。これはどうしても約束。枕元に死神が見えたときは手を出したらね。その代わり足元に死神がいたとき、これは今から私が教える呪文となると、その死神はそこからいなくならなきゃいけない。ほう、いなくなる。そうすると長患いの人も元気になるから、その人も喜ぶし、ご家族の人も喜ぶと思う。そうなんだ。もう一度繰り返すけど、頭の方に、枕元に死神がいるときは手を出しちゃダメ。そのときはもう交通費だけもらって帰ってきなさい。その代わり足元に死神が見えたときは、今から言う呪文を唱えるとその人もまた元気になるから、そしたら成功報酬で100万円でも200万円でももらって、そんなにもらっていいの？人の命だ。そのぐらいの価値があるわ。そうなんだ。じゃあ、これはセラピストになって、こんなヒーラーでもいいよ。どうしようかな。名前、高弘っていうから、ヒーラー高ちゃんでもいいかな。いいわね、その名前。じゃあ今日からヒーラー高ちゃんということで、まあ、あなたが看板を上げて、そうするとお仕事が来るから。じゃあその肝心の呪文っていうのを教えてもらえるかな。
一回しか言わないよ。一回で覚えてね。アジャラカ木蓮旧来祖マハリクマハリカヤンバラヤンヤンヤンテキュレッツのパ、そう言って手を2回え、そんな呪文、うん、じゃあこうやるのか。アジャラカ木蓮旧来祖マハリクマハリカヤンバラヤンヤンヤンテキュレッツのパ。え、これあれこれでいいのかなって言ったらいなくなっちゃって、そうか、今呪文言ったから消えちゃったんだ。なるほどね。じゃあ騙されたと思って早速やってみるか。というわけでこの日浦隆ちゃんと名乗るようになりましたオタク君は、この日からツイッターで、あるいはフェイスブックで、いろんなブログで、ということで自分のそういった才能を、看板を立ち上げました。長患いの方、ご家族も本人も楽にさせてあげられます。ヒーラーたかちゃん、連絡はこちらに、ね、お届けしました。そして、次から次へと、うちもぜひ来てくださいというお話が来ました。最初のお客さんの、患者さんというのを言っています。こんにちは、ヒーラーたかちゃんです。先生、よく来ていただきましてありがとうございます。こちらの方ですね。じゃあ患者さんと私と2人きりさせてもらいますかね。じゃあ、はい、お願いします。じゃあやってみようか。アジャラカ木蓮旧来祖マハリクマハリタヤンバラヤンヤンヤンテケレッツのパ。なるほど、自然に消えてた。なんかいい気味だな。元気になりましたか。お宅はどうだったんですか。私はヒーラータカちゃんというセラピストでございます。もしかしてあなたが。じゃあちょっとうちの者を呼んでくれないか。じゃあ、さん。というわけで、その長患いの方を元気にすることができました。評判が評判を呼びまして、そのヒーラータカちゃんのところに次から次へと、うちの病院も何とかしてくれ、うちの病院も何とかしてくれということでやってまいりまして、先々で、その呪文を唱えまして、元気させることができました。まあ、1回で成功報酬ということで100万円、200万円もらうお仕事でございましたので、平高ちゃんそのうちに借金も返し、お金もたまり、もともとオタクですからね。もう漫画は買うわ、アニメは買うわ、そういったコミケには出かけるわ、プレミア付きのフィギュアは買うわということで、どんどんお金を使ってまいりました。まあ、お金というのは正直なもので使えばなくなります。ヒーラータカちゃんも、だんだん使っているうちにお金もなくなってきて、まあ、それでも次から次へと来る仕事をやっていけばいいなと思っておりましたが、どうもそのしばらくやっておりますと、来るお客さんのこととこ行く先々で死神は大抵枕元におりました。基本的に成功報酬でもらっておりますので、ヒーラータカちゃんがなかなかお金が、たまらなくなってしまいました。いやー、困ったな、行く先々で枕元にいるんだ、手を出しちゃいけないって言われたしな、たまに足元にいるから、その元気にさせて成功報酬でちょっとはもらうことができるから、なんとかつなげて今いけるが、そんなある日のことでございます。先生、どうにかお願いします。うちの会長をなんとかせめて1年延命させていただくことはできませんでしょうか。わかりました、ちょっとじゃあ見せていただきましょう。ということで、ある大きなグループ会社の会長さんのもとに行きました。何でも大きな取引があるので、せめてあと1年、もう少なくとも半年は生きていただけないと、その会社だけではなくてグループ会社全体が倒産してしまうという大変な状況でございます。その会長さんのところに行きますと、案の定死神は枕元におりました。社長さん、申し訳ないが会長さんは寿命です。私にはもうどうにもできません。いや、そこを先生なんとかお願いします。聞きますと、先生
成功報酬ということで100万円200万円と言っておりますが、どうでしょう、ここは成功報酬1000万円ということで。1000万円ですか。いやー、うん、私も人間です。欲はあります。お金欲しいです。でも無理なものは無理なんです。ここでね、死神が枕元にいるからって話はできません。それでも社長さんに先生お願いします、1000万円がダメでしたらもう分かりました、1億円出します、1億円出しますので、せめて会長半年3ヶ月でも。いやー、うん、そんなお金の問題じゃないんです。あ、困っちゃったな。そこまで言うんでしたら先生、わかりました、成功報酬5億円、前後賞合わせて7億円でどうでしょう。いやいや、もう本当にお金の問題じゃ、困ったな。死神が枕元にいるだろう、足元になっていないんだよ、もう枕元だろう、足元だろう、これがこっちに乗ってくる。そうだ、社長さん、お宅の会社に力持ちの社員4人ほどいませんか。まあ5人でも10人でも、いや4人でいいな、4人、その人を集めてくれ。4人のその力持ちの人を会長さんの布団の四隅に配置してくれ。で、私が目配せをして膝をポンと叩いたら、その4人でその布団の端を持ってひょいと持ち上げて180度回してもらえないか。180度です。360度回すと元に戻っちゃうかな。そうじゃなくて180度回す。というわけ でこれはかけない、うまくいくかどうかわからない、でもやってみる価値はあると思う。わかりました、先生のおっしゃる通り、じゃあ腕っぷしの力の強い社員を集めてまいります。ということで、その夜のことでございます。力持ちの社員4人がそれで会長さんの布団の四隅に、待機しております。相変わらず死神さんは枕元で目を乱々として、この会長いつ死ぬのかなって言っておりますよね。ヒーラー高ちゃんもその様子をじっと見て、ここは勝負のしどころだと見ておりまして、その日もだんだん夜も更けてまいります。夜10時になり、11時になり、1時に、12時になって、1時になって、2時になって、まあ死神さんですから、まあ夜には強いんでしょうね。2時ぐらいになりますと、じっとこう見ております。それでもその死神さん、3時過ぎぐらい、4時ぐらいになりますと、いつらの人になりました。ヒーラー高ちゃんもじっと見てまして、いけるかもしれない、そう思いました。じっとその死神さんの様子を見ておりますと、うんと死神が頭を深く下げたときに、4人に目配せをしてポンと膝を叩きました。その力持ちの4人が会長さんの布団の四隅を持ち上げて180度ぐるっと回しました。そのタイミングでヒーラータカちゃん、アジャラカモクレン旧来賞、マハリクマハリタヤンパラヤンヤンヤンテケレッツのパ。死神は自分は枕元にいるつもりでいたのですっかり安心しておりましたが、ポッと目を見ると足元になっております。もう死神はびっくりしました。安心しきっていたもんですからね、まさかその呪文を言われるとは思いませんでした。ふわーっという声を上げたかどうかわからないうちにスーッと消えていきます。死神が消えたもんですから、会長さんがよく寝た、なんだか気分がいいぞ、前を見回して社員の4人に、挨拶をし、ヒーラーとかちゃんお社長はもう本当に大喜びでございます。もう先生のおかげでございます。私だけではなくグループ会社全体が、これでなんとか持ちこたえることができましたということで、この成功報酬でございます、5億円前後賞合わせて7億円、後ほどまた口座の方に振り込ませていただきますので、ありがとうございました。
ということでヒーラー赤ちゃん大きな仕事をやり終えました。こんな方法があったんだよ。そうそう、これでいけば今まで助けられなかった人も助けられるな。うん、これでいこう、うん、といった帰り道でございます。これはいつぞやの死神さん、久しぶり。そう、僕はもうあんたに会ったらもうぜひお礼を言いたかったんだよ。本当にこの仕事を教えてくれてありがとうな。いや、まあ、ちょっと大変なこともあったけどな。あ、いい方法を思いついたんだよ。あの方法であれば今まで助けられなかった人もな、これで本当に助けられるんだ。私言ったよね、枕元に死神がいるときは手を出しちゃダメって。手を出しちゃダメって言われたって、人助けだよ、人の命助けるんだ。それ何が悪いの。人間にはね、寿命っていうものがあるの。その寿命をね、勝手にいじったりはできないの。でもあなたはそれをやっちゃった。え、そうなの。ちょっとついてきて、見せたいものがある。この死神さんの後をついていきますと、ちょっと古ぼけた建物の入り口に入りまして、ドアをキュッと開けて、パタンと閉めたと、真っ暗でございます。私の声の聞こえる方についてきて、真っ暗でちょっと見えないよ、大丈夫かな、この先。真っ暗な部屋の中に行きました。廊下を歩いてきました。ある部屋の前に行ってドアをキュッと開けますと、おお、え、何これ、すごいな、すごい数のろうそくがあるじゃないか、うん、このろうそく、これ何なんだよ。これね、人間の運命のろうそく。運命のろうそく。よく見て、長いのもあれば短いのもあるし、太いのもあれば細いのもあるでしょ、うん、それぞれの人間の運命を表してる。運命。じゃあこの一本一本が人間の寿命ってことか。うん、そう。いや、それにしてもこのこのろうそく、えらく元気でぼく燃えてるな。わかった。このろうそくね、さっきあなたが助けた会長さんのろうそく。え？だって枕元に死神がいるんだから、会長のろうそくこんな元気なわけないじゃん。そうね、その通り。じゃあこの隣の今にも消えそうなやつはなんとなく分かったでしょ。聞きたくないけど、あなたのろうそく。いやいや、ほら最初に会った時言ったじゃん、あなたまだ寿命があるからすぐ死ねないって。自殺しようとしてもほら死ねないからって。こんなに短いわけないじゃん。さっきまではね、さっきね、あなたが会長さんの布団をくるっと回したときに、このろうそくもくるっと入れ替わっちゃった。え？ってことは何？こっちがもともと僕ので、こっちが会長さんので、それが僕が布団をくるっと回したから入れ替わっちゃった。え？そう？え？え？じゃあこの今にも軽装なこれ僕の人物？だってもう消えそうだよ。そうね、あなたの人生もこれまでかな。いやいや、もっとさ、もうちょっとまだやりたいこともあるんだよ。だってさっきほら、成功報酬で5億円入って前後者合わせて7億円入るんだよ。もうちょっと遊んでいけそうじゃん。消えちゃうか。そんなの聞いてないよ。そうか、もうこれまでか。もうちょっと楽しんで生きていけるかなと思ったけど、これまでか。分かったよ、諦めるか。じゃあ死神さん、僕が寿命をつけるまで、この火が消えるまでそこにいてくれるか。そばにいてあげる。私があなたの担当死神だから。担当死神ってのは
面白いな。もうすぐ消えそうだな、俺の寿命。思い出話で言うわけじゃないけど、実は死神さん、あんたに会った時にね、こういう人ともっと人間、若いうちに会っておきたかったなってちょっと思った。俺さ、今だから言うけど、あの時死神さんとやり取りした会話、今まで女子と一番長い時間喋った時間なんて最長記録だよ。3分ぐらいしかなかったけど、いやそれでも、もう女子と喋ったことなんかあんまりなかったからさ。でさ、その格好だろ、俺の好きなアニメ系のさ、萌えキャラでさ、あんたが死神じゃなかったらちょっと好きになってたかなーなんて。死神でも好きになってたんだ。いや、今だから言うけど、死神さん、あんたのこと好きだよ。あらまびっくり、人間から告られちゃった。そんなこと言うと死神の私だってちょっとキュンとくるわね。もう死ぬから。困ったな。ちょっと起きてアプリなんだけど、はい、なんでしょう。なんで火のついてないろうそく持ってたの。え、そのどうするの。あのね、寿命が好きな時に死んじゃった人が何人かいる。火だけ消えてろうそくだけ残っちゃう、まあ、それをちょっとね予備で持ってるだけ。まああなたの気持ちでちょっとキュンとしちゃったからさ、このろうそく使って。いや、そんなもんがあるんだったらさ、ちょっとどうすんのこれ。この火をこっちに移せばいい。その日を、消えそうな日をその新しいロスクに付け替えることができれば、またあなたの寿命はその分だけ伸びるから。そうなのか。そんなことがあるんだったらちょっともうちょっと早く言ってくれよ。そしたらもう考えたのにさ、え、なんかそんな手があるのか。おいおい、じゃあこれをな、ここにつけるわけだな。こう見えてもな、プラモデルを作ってたから手先が器用だ。スキルをよし、終わる。ついた。こっち消えたね。こっちも消えちゃったよ。もう新しいろうそくに火がついたよ。よかった。あなたの寿命またその分だけ伸びたから。ああ、そっか、ありがてえ。じゃあこれで戻って銀行に振り込まれた7億円使ってまた人生を楽しんで生きているかな。うん、これ持って帰っていいから。ダメ、こったんとここの部屋に置いといて、持って帰っちゃダメ。いや、やっぱり大事にして持って帰りたいから、いや持って帰る。いや、ちょっとそれまずい。ちょっとここに置いといて、いや持って帰る、これ大事にして持って帰るから、まあしょうがないな、ちょっと大事にしてよ。消えたらあんた死んじゃうからね。じゃあそのドアを開けたら、また昼間の秋葉原に行ってるから、そうか。ということでドアを開けました。じゃあ死神さん、いろいろお世話になったな。またもう二度とは枕元の死神に手を出さないよ。分かった。じゃあこれを大事にして持って帰るからな。おーい、なんだ、あのさ、昼間なのにろうそく火もったいなくない。ん、これか。そうだな。消しちゃったよ。おしまい。